古いな。20年ぐらい前の車ですね、これはね。こんにちは、平山茂です、今日はですね、9月の8日水曜日、現在時刻は2時半でございます。改めまして平山茂と申します。大丈夫ですよ、大丈夫ですからね、あなたは大丈夫ですよ。毎日言ってますから、あなたに向かってずっと言い続けますからね、大丈夫だよって。だって大丈夫だから。さあ、今日はこの車に乗っております。なぜこの車なのかと申しますと、ちょっと普段私はですね、日産の NV100 クリッパーバンというですね、三菱が作ってるミニキャブの OEM ですね、平成26年式ぐらい、25年かなぐらいの、K のバンに乗ってるんですが、本日車検ということで朝10時30分ですね、朝10時30分に、オートバックスに出しました。でですね、今2時半なんですが、先ほど電話がかかってきて、予定は6時ぐらいに終わるということだったんですが、もう終わると、もう終わるという連絡が来ましたので、ちょっと急いで、車を取りに戻りたいと思います。こんな感じですね。ビッツを運転するのは何年ぶりだろう、まあ、10年以上ぶりぐらいですね。いやー楽しいな、やっぱ運転が大好きですね、私はね。はい、平山と申しますけれども、私は車なんじゃないかなって自分で思うぐらい、本当にね、まあ、自分自身 何系の信号無視ですけど、信号無視ですね、まあいいでしょう。何系の YouTuber なのか自分でもよく分かってませんというと、あんまりよろしくないかもしれませんけども、あっちは青なんですね。なるほど、また信号無視したかなと思ったらあっちは青でした。さあ、私はまあ背中押す系 YouTuber ということでね、活動をしておりますけれども、まあもう一つの顔としてはもうドライブ系 YouTuber かもしれません。自分はそう思ってないんですが、まあ動画今350本ぐらい出してる動画のうち300本ぐらいは多分車の中で撮影してる動画になると思います、多分ですけど、まあそれぐらいもう基本車がもう私のスタジオみたいな形でね、撮影しておりますので、まあ本当にドライブじゃないな、これ何 YouTuber なんですか。車の中 YouTuber ですね、車の中 YouTuber としてはですね、今日はね、いつもと違う車ですから、ちょっとね、特別編にぐらいの感じになりますけど、まあまあ、ビッツですか、古いビッツです。平成で、いつ、何年の初年度登録は、こちらのビッツ、初年度登録は、平成11年。やっぱそうですね、多分今平成で言うと33年とか34年ですよね。平成11年10月なので、もう22年ぐらい前ってなると、やっぱ19歳、私平山が19歳の時にこの車は生まれてるわけですね。確かに車の免許取り立ての頃に同級生の友達がこのビッツに乗った女の子と付き合ってたのを今でも覚えてます。佐藤君ね、佐藤君。私平山のですね、チャンネルでは本当にジャンルに関係なく幅広い内容の動画を撮ったりします。で今後もですね、いろいろ企画がありまして、まあ、直近で言うと
来週ですね、来週はちょっとドライブ企画、ドライブ企画なんですが、ゲストというか依頼を受けましてですね、とある女の子から、平山さん、知り合いなんですけど、平山さん、ちょっと私ペーパードライバーなんです、ちょっと運転練習したいんで、ちょっと助手席に乗っていただけませんか、大丈夫って言っていただきたいです、そんなご依頼を受けましてですね、ちょっとそんなような企画も来週やる予定です。あとはですね、以前にも告知といいますか、プロジェクトはスタートしてるんですが、紙芝居ですね、はい、紙芝居を作ろうという、オリジナルの紙芝居を作って、子供たちに、子供たちのためになんかできることはないかというところで、紙芝居を作ろうという企画がスタートしてるんですが、作者のね、岩田子さんの方で作品が今のところね、仮ではありますけれども、2つ作品の方がもうできております。なのでそちらのねプロジェクトもちょっと進めていかなければいけないというところで、今日はちょっと車検ということでね、お休みだったんですけれども、特に何もございません。はい、なので引き続きまた明日以降もですね、私大丈夫だよ、大丈夫だよ、あなたは大丈夫だよ言い続けます。本当に大丈夫ですから、本当にね大丈夫なので、大丈夫なんです、はい、だから言い続ける、言い続ける、言い続けます私は、はい、ということでね、そう、あとはもうちょっとしたら1年になりますしね、 YouTube 始めてまたね、いろいろやっていきたいな、やっていきたいなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。それではまた明日、また明日お会いしましょう。平山しげるでした。おやすみなさい。いい休みだった。